はい皆さんいつもお世話になってます池間哲郎でございます年齢66歳まだまだ頑張っております今日はどんな話か美しい女性の話です美しさの基準というのは昔からどんどん変わってるとか言いますよね困ったの切れ上がったいい女とか柳越腰のいい女とかそして霜下袋のいい女そんな感じでどんどん変わります 地域にによよっっててももその年代によっても違うんです江戸時代なんかはやっぱり今の美人ちゃんとはちょっと違うような感じです、ね、そして地域もうパラゴなんかですねこう太った人じゃないとダメなんですミクロネシア連邦とかあのカナカ族あるいはチャモロ族この辺りはもうデブちゃんの女性じゃないと全く人気ありませんね、えー、日本人の痩せた女の人なんかは全然振り向きもしません 私は江戸時代にどのような女性が人気があったか、ちょっと興味があるんです。だけども、やっぱり今と同じかもしらん。この美の基準っていうのは。今日はこの女性の話、どうですかすごい美人でしょこの方見てると昔も今も変わらないんじゃないのと思ったりするんです。陸奥良子さんです。 六名館の花社交界の花と称された幕末生まれの明治女ですあの上総大臣と有名な陸奥宗光さんの奥様であります陸奥宗光さんというと有名なのは坂本龍馬さんといつも一緒だったこと右腕第一の子分です坂本龍馬さんを心から尊敬していたようでそして坂本龍馬さん自体がこう言ったの刀がなくてもちゃんと飯が食っていけるのは俺と宗光ぐらいだ それぐらい道もすごかった陸奥宗光さんが奥様を亡くされたんで,でその後後添えとしてやってきたのが涼子さんです1872年2月に前の奥様が亡くなられたわけですそしてその後添えとして涼子さんが入ってきたもちろん陸奥宗光さんが惚れたからです見染めたんです17歳の時に陸奥宗光公に嫁いだんです 今でいや昔はこれ当たり前だったんでしょうねこんな若くしてそしてこんな偉い人と一緒になるそれも後添えで良子さんは旗本の娘さんなんでところがお母さんがおめかけさんだったみたい芸者だったんじゃないかと言われてるんですけどねおめかけさんの子供でそして旗本の娘さんになってるわけです明治の初めですけども東京新橋 柏屋とというところに方向に入れてるわけです芸者の修行をしながら一生懸命働いていくわけですそして12歳の時に半玉になるわけですね半玉というのは半分の玉と書いて半玉というもの京都では舞妓さんという意味ですけどもまだ芸者になる前の修行中の身分であるということです17歳で一人前の芸者さんになるわけです小鈴小さな鈴という名前で客の前には出たようです 下流会花柳とと書いて下流と言いてつまり芸者さんが集まっている場所と思ったらいいかもしれないその芸者の身に置きながらも男嫌いだと言われてたの身持ちもものすごく硬かったわけですだから人気が出るの当然なんです奥宗光さんってかっこいい人なんです背も高くてだからこの小鈴さんつまり良子さんはじーっと見てたようなところもある恋心を抱いてたんじゃないかなとも言われております そして、陸奥宗光公もやはり涼子さんが好きだったんじゃないですかね。涼子さん立派です。当時は女性もすごいしっかりしてたんですね。陸奥宗光さんの息子さん2人をもう見事に育て上げてるんです。長男の陸奥宗吉さんはものすごく有名で、そしてイケメンなんでスタイルも抜群で、外交官、それから教育者としてかなり有名になった方です。そのの長男の吉さんは イギリスに赴任するわけですけどもその時にイギリスの女性と恋愛をしてそして結婚するんですこれもまた有名にしたことなんですね次男坊の六吉さんもまたすすごいです古川家に婿養子になるわけですけどもあの古川財閥でそこの投資として経営者としてものすごい腕を発揮しているこれが次男坊です陸奥宗光公には戦災の間に3名の子供をもうけてるんです 長男が弘吉さんそして次男が純吉さんそして娘さん長女ですけども清い子清らかな清い子と書いて「清子さん」と読むそうです「すさや子さんですねこの3名の子供たちを立派に育て上げてるんですだから涼子さんってやっぱりすごいで17歳の娘さんがですよ 三名のこぶつき男、それも地位のある方と結婚して、そしてその三名の子供ちゃんと育て上げてる。だからこの辺でもすごいです。やはり昔の女性っていうのはしっかりしてますね。17歳、今で言うと高校2年生。ちなみに、陸津宗光子は良子さんと結婚した時には28歳です。30歳手前というところです。そして三名のこぶつき男、地位もかなり高いです。 そんなところに17歳の芸者さんが突いでくるわけですやはり驚きですね昔は当然だったのかもしれませんね芸妓さんってしっかりしてる方が多かったみたい厳しい修行があるからでだから政界財界とも地位のある方々は芸妓さんをメトロっていうのはかなり多かったようです陸津宗光さんは実は大変なことが起きたんです1878年のことですけどもやっぱりやり手さんなんですねこの方は。 明治政府に不満があったのかもしれませんなんと政府転覆運動に関わるわけです警察に陸奥宗光公は捕まっちゃうんですそれから山形監獄に収監されるわけです懲役5年ですって5年刑務所に入ってる時期も良子さんは歯を食いしばって頑張って子育てするの全然負けないでしっかりと子どもたちを育て上げていくわけですでその間陸奥宗光公が刑務所入ってますでしょもう2人はラブラブなんです だから、宗光公がもう常に、常にいらぶれた。もう愛してるよ、愛してるよ。の手紙を送り続けたみたいですね。非常に仲が良かったみたいです。宗光公は、一八百七十八年に刑務所に入れられるわけですね。そして、一八百八十二年に、特赦が出て、やっと出国を許されるわけですね。玄関刑務所に入ってたんでよ。 でやっと許されて外に出てくるわけですけどもその時1883年のことですけどもあの有名な伊藤博文さんとも仲良かったみたいでその方の勧めでヨーロッパに留学するんです留学した時には30代の半ば頃です1883年から1886年約3年間留学して勉強して頑張るわけですでその間もやはりラブラブですからもういっぱい手紙送ってるの良子さんに。 いやー本当に豆ですねもう奥様が大好きだったんでしょうね。宗光公はやっぱり素晴らしい方だったようで勉強もいっぱいされてますでしょ。そして背も高くてハンサムなもんですから人気があるわけです。そして政府の重鎮になっていくわけです。そして社交界入りそれとともに涼子さんもデビューするわけです。うわき綺麗な奥さんだなーってもうめっちゃくちゃ有名になったようです。社交界入りした良子さんは 赤十字そこのことも一生懸命応援されてるんです1888年のことですけども陸奥宗光公が中米公使になるわけですですからアメリカに行くわけです奥様も一緒にですワシントンに陸奥宗光公そして良子さん家族が赴任するわけですそしたらもうこのワシントンの社交界でも大人気になるわけですうわき綺麗な人だお麗な人でもどん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 その噂も広まっていくわけです そして、ワシントン社交界の花とまで言われるようになったんです。素晴らしかったよ美貌はもちろんのことですけど、もう全体が魅力的だったみたいです。やはり、芸者さんの修行は厳しかったと思います。いろんなものを身につけてもいるんです。和術も素晴らしかった。だからみんな魅了されていくわけです。あの白人の世界でも、第一党の貴婦人、そう言われるようになったわけです。 そしてワシントン社交界の花になったわけですム奥宗光公は1897年に53歳で亡くなるんです旦那さんが亡くなった後伊藤博文公から聞いたんです他に子供がいるよって祇園芸者の間に女の子が生まれてる金田冬子と言いますというのを聞いてるんですそしたらこれを探して引き取って育ててるの 腹が太いです涼子さんはそして見事に成長大人になるまで育て上げているんですこの涼子さんの写真を見てください美しすぎますよねもう最高峰の美女と言っていいですそして内面的なものをしっかりされてますやはり芸者さんの修行は厳しくつらいものもあったしかしいろんなものを吸収していくわけです 知能知性は当然ながら身のこなし方もものすごい厳しい訓練を受けたと思いますですから芸者さんたちはみんな人気があったようでだから当然だったんです芸妓さんを嫁に取るということは偉い人たち結構芸者さんと結婚されてるんですごい厳しかったんでしょうね 涼子さんは幕末に生まれましたそして明治女として必死になって陸奥宗光子を支える旦那さんを支えるわけですそして子どもたちの子育ても立派にやられてそして自分自身も見事に花咲いたんです所作の美しさは定評があったそうです和術もたけてた上品なんです美人だすやっぱり高貴なる花だったわけですこれが涼子さんです ムツり子さんのことを皆さん知ってください。お願いいたします。綺麗な人です。今日は以上で終わります。ありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。